きます。本番。はい、皆さんこんばんは。近江飛龍です。2018年、平成最後の年がそろそろ終わろうとしております。もうカウントダウンが始まってます。本当に今年は僕にとりましても本当に生きていく人生の中で忘れられない一年になったと思います。僕の心の中でいろんな葛藤があって、いろんなことが起きて、そして来る人も、そして去る人もあり、そしていろんな方と出会って、私の悩みを聞いていただき、自分の思いを聞いていただき、肩を押してくれた人、またそれはあかんよって意見をくれた方、でもいろんな方の出会いがあって気持ちよく2018年が終われる気がします。本当にありがとうございました。まあこの姿形もなんかこうきちっとしようと思ったんですけれど、これが僕かなって感じですね。1月、2月、3月、この3ヶ月間は私たちはフリーの劇団として、そして僕自身も、フリーの役者として活動をすることになります。でも劇団はメンバーは1週間に一度は稽古場に集まって新作の稽古をしたり、またミーティングをしたり、またこれから先のことを話し合ったり、まあ今までにない形の劇団なんですけれども、次の4月の京橋ライブ座にめがけてまた腕を磨きたいと思います。今はまずは東京公演、新宿公演を成功させたい、その一心で劇団座員一同同じ方向に向かって頑張ってます。劇団座員みんなには初めての正月休みだから三が日ぐらいはゆっくりしてくださいと、そう伝えてます。でも4日目ぐらいからは倉庫の整理だったり、これを機会に衣装の整理、そしていろんなことの整理整頓を重ねていって、そして気持ちの整理、そして自分の中の芸の整理もしていきたいと思います。僕が一番この数年悩んでいたことを打ち明けたいと思います。舞台を見に来られている方は夢を見に来られてますね。で、僕たちはその夢を舞台から与える仕事です。まあいわば、まあ綺麗事ではないんですけども、夢を売る商売です。でもその夢を売る商売の私たち、特に私が夢をなくしてしまったらどうなるでしょう。僕は今まで体のことやいろいろなことで苦しんできました。舞台では一生懸命笑ってたんです。でもものすごく苦しんでました。踊りながら、お芝居をしながらでも右半身がしびれたり、いろいろな障害もありました。でも今年の9月に何か一つ一歩
踏み出すことができたんです。そしたら急に視界が広がって、あれもしたい、これもしたい、今まで4年間溜まっていたことが全部吹き出したんですね。でもまだ完全には戻ってはいないんです。だから1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、この季節が変わるまで僕はもう一度夢を探したいと思います。そして皆様方にもっともっと素敵な夢を届けられるように、4月の京橋ライブ座で翼を広げて皆様方の前に現れたいと思います。劇団座員も同様です。劇団座員も一度ゆっくり体と頭を休めて、いろいろなことに動きます。劇団座員も同じことです。一度体を休めて、一度頭も休めて、今まで経験できなかったようなことに3ヶ月間挑戦してもらいたい。そしてそこからまた新しい何かを自分にキャッチしてほしい、そういう願いも込められてます。2019年、どんな年になるか今からもうハラハラドキドキしてます。でも皆様方、2018年はどんな年でしたでしょうか。来年はもっともっと笑って、そして今までより以上の元気いっぱいの近江飛龍で皆様方の前に降り立ちたいと思います。そして皆様方は今まで以上の笑顔で私を、そして私たちを迎えてください。本当に今年1年ありがとうございました。良いお年を。近江飛龍でした。